今回は、有限の間で、打たれました練習対局から、芝野の虎丸王座対上野愛咲美女流棋聖の碁を、見ていきたいと思います。はい、芝野さんの先番ですね。この2人はね、よくネットのね練習対局でよく打たれるのを、はい、見かけますね。はい、はい、ここで一見にね締まりましたね。まあね、ここは見えてるんでね、小ゲイマに締まるっていう感じもあるんですけどね。はい、まあ、ここでね大ゲイマとか二間とかをね、なんとなくここが硬いのでね、なんとなく行きにくい感じはするのでね、ここは、はい、一間か小ゲイマ、はい、の感じなんでしょうかね。はい、この時にツケですね。なかなかね慣れないと打ちにくい手ですけどね。はい、はい、一応こちら跳ねたらまあつけようっていうことでしょうかね。まあこうもしこうなったら、ここにねこう取れるっていうことが一応意味がありますね。まあ、なのでこれだと例えばこんな感じでね、変化していくとか、はい、そういう形になるのかなとは思いますが、はい、今回はこちらから跳ねて、はい、まあ、手厚い手強い手ですね。こちらにね何か打って、いるのもねあると思うんですけど、まあ、こう押されてしまうのが嫌だったんでしょうかね。でこういうようなイメージ、まあこれだけ理想はねこんな感じで打ってから、はい、こっちも頑張ってみたいなね打ち方を目指したんだと思うんですけど、はい、黒はこちらに封鎖しました。はい、まあ、ここは、閉じ込めて、はい、まあ、黒も厚くしようっていう作戦だと思います。まあ、白もねただ生きるんではちょっと辛いのでね、はい、このように打ってから渡りました。はい、ただやっぱり、まあ、こうね捨てられない石を作ったのでこの後どう展開になるか。はい、こうなると結構ね黒もこれどうやってしのぐのか興味深いところですね。はい、結構ね黒もきつい気もしますけど大丈夫なんでしょうか。はい、一応取りましたねこれね。はい、結構白もうまくいった感じはしますけど、はい、どうなんでしょうか。一応取りましたんでね結構白うまくやったと思うんですけどね。そうじゃないんでしょうか。ここがちょっと味悪いんでしょうかね。なるほど、こうなるんですね。こうなってから迫って、はい、ただまだまだ難しいと思いますけど。ここが白を頑張りすぎちゃったんでしょうかね。結果的には、まあ、全部頑張りたい感じもあるんですけど、はい、一応ねここもまだ打たれるとね目がないですからね。
応これで白はね、こことここは見合いでいきましたけど、今度こっちの石が心配ですね。黒は取りに行くしかやっぱり勝ち目はないと思うんで、もう本気で取りに行きますね。あ、このような振り返り、これはどうなってるんでしょうか。うん、まとめて、うん、ここで投了となったんですね。これはどういうことなんでしょうか。一応こうやると、あ、これもはっきりしないんですかね。これはこうやってこうやって、あ、まあ当たりが、当たり打つ暇は、あ、一応当たりですね。これ息はあるんですね。息はあるんですけど、まあこの切りがあって、ここが何か手があるんでしょうかね。こうやって取って、これも手ですね。こう、もう当たりですからね。うん、ここで、こうやれば取れますけど、まあ、生還する手が、残ったと、うん。こうなってみると、これが助けられてしまうと、地合いが黒良さそうですね、もうね、ここ。こう解消してね、黒字が増えたので、はい、うん、こう見てみますとね、こう取った時点ではね、白いいかと思ったんですけど、うん、取った時点ではね、一応黒っぽいところがね全部取ったのでいいと思ったんですけど、まだこっちが意外と、うん、近寄りすぎ、あ、すいません。近寄りすぎちゃった感じもあるんでしょうかね。ここの打ち方が、まあ、背後なんでね、当然難しいんですけど。何かこんな感じで軽くさばいていたら、どんな感じだったんでしょうかね。これでもまあ、地合いもよく見ると、そんなにいいわけでもないのでね、この辺りからムシムシ取られてしまうと。良くないかもしれませんし、意外と難しい形でしたかね、これ取られても。はい、うん、やっぱりね、そこが強いところですよね。はい、うん、はい、非常に本当に良かったのかと、かどうか分かんないんですけど、はい、うん、やっぱりそこがね、懐の深いですよね、強い人はね。はい、というような一戦でした。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。